ワシーリ・ミリアは、ルーマニアの軍人、政治家、ムスケル軍・ネレスティに生まれる。ミハイ一世中等教育商業高校を卒業した後、代用教員となって働いた。1947年に、ブカレスト陸軍士官学校に入学し、2年後に卒業すると中尉として、任官、1952年上級中尉、大位、1954年少佐。 1956年、中佐。1962年、大佐。1964年に、少々と累進した。いくつかの証言によると、軍予算の不正流用によって告発されて一時、失脚していたというが、1965年に、初期長のゲオルゲ・ゲオルギュ・デジが死亡し、ニコライ・チャウシェスクが昇格したことで、復権を果たした。以降、 チャウシェスクの下で軍の養殖を歴任し、1985年には国防省に任じられた。1989年12月21日、首都ブカレストで発生したチャウシェスクによる独裁を避難するデモに対し、セクリターテアが群衆に向けて発砲する一方で、国防軍は兵と戦車等を出動させ集会を解散させた。ミラはチャウシェスクからデモを武力で鎮圧するよう、 命令されたが、国防軍は人民を守るための軍隊であり、人民に発砲はできないと述べて、これを拒否した。ミリアは、その翌日に死体となって発見された。銃弾が動脈を貫き、ほぼ即死状態であった。国営放送では、国防省が自殺したと報じられたが、ミリアの家族は、チャウシェスクに処刑されたと主張し、その噂が、将兵の間にも流れたことで、 国防軍が離反する契機になる。やがて、ルーマニア共産党本部前の広場で群衆と対峙していた国防軍は反体制派に回り、ルーマニア革命が事実上勃発した。革命後の2005年の報告書では、ミリアが拳銃自殺したと結論しているが、未だにチャウシェスクによる処刑説を主張する者も,も多い。ありがとうございます。